近くにグミの木っていうフルーツ、小さいフルーツの木があって、そのフルーツの実の匂いがとても好きです。あのお寺の近くに住んでるの、だからお寺の線香の匂いがうちの近くでするから、朝そういう匂いを嗅ぐのは意外と落ち着いて大好き。最近女性的な方が好きですね。不誠実です相手によるんじゃないですか。匂いで人嫌いになるし、匂いで人を好きになるから、やっぱりすごく大事かも。そうね、僕一番こう大好きな脳内物質のアドレナリンの匂いがなんかあったらいいなと思います。基本さ、まあ、手首が基本的には多くて、ここら辺につけちゃうのが僕は多いかな。僕はテイカシミヤ。